どうもきなこのお世話係です。視聴者さんからきなパパと言われているのでそう名乗らせていただこうと思ったんですけども、いい年したおっさんがきなパパって声に出すのは恥ずかしいので、とりあえずお世話係でいきます。猫ちゃんをお迎えして2ヶ月が経ち、奥さんが買ってきた猫ちゃんグッズが家に溢れてきました。いろいろあるので商品レビューしていきます。猫ちゃんグッズの購入に関しては私に選択権はありません。奥さんが買っちゃったと言ってね、増えていく商品を使うのみ。正直買い好きではとは思うんですけども、動画のネタに困らないので言わないでおきます。というより言えません。今回初めてレビューということで、一番長く使用したシステムトイレをレビューします。トイレの処理って手間がかかると思っていたんですけども、今使っているトイレはあまり手間もかからず、匂いもかなり抑えてくれているので買ってよかったなと思うので紹介していきます。奥様がね、購入したトイレは画面に映っているアイリスオーヤマのシステムトイレ、楽ちん猫トイレ RCT530F フード付きオレンジ、価格が5478円でしたね。そして一緒に買ったのがこの楽ちん猫トイレ用のトイレ砂ですね。消臭抗菌パインサンド 3.5kg 578円を買いました。このトイレを選んだ決め手は2つ。手間をかけない、衛生的で匂いを抑えることができるということです。おしっこやうんちの処理、トイレ本体のお掃除、ゴミ捨ての簡単さなど、トイレによって様々だと思いますが、商品名に楽ちんとついているだけあって、確かに手間がかからず楽ちんです。トイレ自体が密閉型なので、匂い漏れしにくい構造になっており、カバーの上部には脱臭シートもついています。この脱臭シート、約2ヶ月交換不要で、結構匂いを吸い取ってくれます。さらに、専用のトイレ砂は天然木のパインサンドが使用されており、砂に含まれている成分が菌の繁殖と匂いの発生を抑えてくれる働きがあるみたいです。合わせて専用のトイレシートを使うことで、より脱臭性能が高まり、交換も2週間不要みたいですが、トイレシート1枚あたりの金額は146円と高額なので、うちは使ってません。使っているのは、コーナンオリジナルライフレックスのペットシーツレギュラー200枚入り1400円くらい。3日に1回交換するので、匂いを感じたことはなく、おしっこもしっかり吸収しており、漏れもなく清潔に保っててます。ちなみに、花王のニャンとも清潔トイレとどちらがいいか悩んだんですが、アイリスさんの方が手間がかからず、出入り口に可動式の扉がついているので、より匂いが抑えられるのではないかと思い、こちらの商品を選びました。実際に使ってみてよかったこと。トイレの後始末に思ったほど手がかからないことです。トイレ砂はおしっこがかかると粉末状になり、すのこを通して下の受け皿に落ちる仕組みです。1日2回のうんち処理をするタイミングで落ちきらなかった粉末をすのこに落とすだけ。砂は減ってきたら継ぎ足していくだけで簡単です。新しい砂を入れるとパインサンドの香りで若干トイレが爽やかになった気分になります。衛生的で匂いがあまりしないこと。蓋付きのトイレと菌の繁殖と匂いの発生を抑えるトイレ砂、この2つのセットが衛生面と匂い問題を解消してくれています。砂は天然素材なので猫が加えても安心なところもいいです。うちの子はトイレ砂をガムみたいに加えていきますからね。この商品はフードなしもあったのですが、うちは匂いを抑えたかったのでフード付きを選びました。お迎えする子が開放的なトイレを好むのであれば、フードを取り外して使えばいいと思ったからですね。匂いはフード内に収まるので、おしっこは全く気づきませんが、うんちはやはり少し匂います。うんちはないですが、処理の実演をしていきます。今引き出したラップはコストコで買った巨大ラップです。ポリエチレン手袋でうんちを取るんですが、最終的にこのラップで包みます。今はトイレの入り口の踏み台になってます。知らない間にキャスターがついていました。以前はね、引きずっていたので箱の青色の塗料がついてしまっていましたが、キャスターをつけてくれたので動かすのが楽になりました。奥様に感謝。後ほど購入前の注意点でお話ししますが、置き場所には注意が必要です。トイレの蓋は上開きです。カメラには映っていませんが、上にメタルラックがあるのでトイレを引き出さないと蓋が開きません。購入の際にはね、置き場所には注意してください。ポリエチレン手袋、匂い取り紙、この2つを使ってうんちを取ります。ポリエチレン手袋だけでは匂いを抑えられないと思い、匂い取り紙を合わせて使うようにしています。このシステムトイレの付属品としてスコップがついているんですけども、汚れるのでうんちを取るときには使っていません。うんちを取り終わった後にトイレ砂の整地とおしっこをしたときに落ちきらなかった粉末をすのこに落とすために使っています。匂い取り紙と手袋でうんちを掴んで、手袋を裏返しにして根元を縛ります。このときにうんちが緩くないかなど状態のチェックをしています。これでうんちの回収は完了です。うんちを取り終わった後にスコップの出番です。トイレ砂の整地とおしっこをした時に落ちきらなかった粉末をすのこに落としていきます。
トイレの処理をしているといつも猫がやってきますね。これって結構あるあるじゃないですか。他の猫ちゃんどうなんでしょうね。トイレの位置を元に戻します。やっぱり置き場所悪いですね。最後に手袋だけでは匂いが漏れるので、回収したうんちをラップでぐるぐる巻きにします。余談になりますが、このラップをぐるぐる巻いて作ったね、ラップボールは猫ちゃんのいいおもちゃになりますよ。まあ、ラップボールを作ってね、猫と遊んだ動画もあるので、作り方参考にしていただけたらと思います。ただラップ丸めてるだけですけどね。あとはうんちボックスに入れてトイレ処理は完了です。購入前の注意点、トイレの置く場所には注意が必要です。これには2つの理由があります。1つ目はサイズですね。サイズが大きいので置き場所に注意です。商品寸法、長さが 52.5cm、 幅が 40.5cm、 高さが 49.5cm あります。重さは 2900g、 トイレ砂が入ると約 3kg になりますね。このトイレは上開きの扉なので、上に物があると全開にはならないです。トイレの上は開放状態にするか、実演で見ていただいた通り一旦引き出して扉を開けるようにしないとなりません。フード上部には取っ手がついているので持ち運びはしやすいんですけども、うちのようにメタルロックと取っ手が干渉してしまって取っ手をつかめなくなるので注意が必要です。あと重さですね。トイレ砂が入ると3キロを超えてくると思うので、ご年配の方とか腰が悪い方は注意が必要かもしれません。2つ目の理由は色です。色はオレンジとグリーンしかありません。これは奥さんがなんでとぼやいてました。うちの髪髪は白なので、オレンジやグリーンは合わないらしいです。機能が良くてもインテリアに合わないと、人目のつくとこには置きたくないのではないでしょうか。そうなると置く場所が限られてしまいそうですよね。サイズと色、この2つが気になる方はこのトイレの置き場所をあらかじめ考えておいた方がいいです。うちは浴室のライトがオレンジなので同色のオレンジを買いました。リビングには白の簡易トイレを置いています。購入にあたり悩んだこと、子猫には入り口が高いということですね。入り口の高さは約21センチです。トレイが深型なのは粉末を貯めておけるし、シートの交換頻度も少なくて済むのですが、子猫の場合入り口が高くて入れないことがあります。実際うちの子は生後4ヶ月でお迎えしたのですが、踏み台がないとトイレの入り口には入れませんでした。踏み台の高さは約8センチです。踏み台は100円均一で買った書類入れで、今は猫の寝床になって使い回せてます。もう一つはトイレの回数がわからないことですね。猫の健康管理のため、おしっこの回数やうんちの回数を記録されている方には向いてないトイレです。うんちはね、現物があるのでわかるんですけども、おしっこは粉末となってしまうため、回数を数えることはちょっとできないですね。はい、アイリスオヤマの楽ちん猫トイレを紹介していきました。実際に使っていて満足しています。とにかくトイレの処理に手間がかからず、掃除も簡単に済むところですね。衛生的で匂いをできるだけ抑えてくれるところが買って正解でした。手間もかからないで掃除も簡単なトイレを探している方にはおすすめです。注意点はトイレの置き場所です。サイズが大きい、色がグリーンとオレンジしかないので、インテリアと合わせたい方や狭い部屋に置こうと考えている方は置き場所を事前に考えておいた方がいいです。子猫の時から使おうと考えられている方は入り口の高さに注意してください。踏み台を置いてあげたりして工夫すれば使えますよ。あと健康のためにね、おしっこの回数とか記録されている方は、このトイレではおしっこの回数は分かりませんのでご注意くださいね。はい、今回はね、猫用トイレの体験レビューでした。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。こんな感じ。さよなら。